マツダ 816MR サコ、サコさんダイヤモンド5なんだ。インパクトやめてね。うわもういいってその読み合い。よっしゃー、おれーこっちの大 P だって強えんだよ。よし行きますか、レッツゴーランクマッチ。さあまあダイヤはスタートしたい。さすがにプラチナスタートとかになったら普通にやだ。あぶねー、おれー、よし4連勝いいよ。マスター来い、マスターに1回勝てばダイヤモンド5スタート説俺の中で濃厚だからな。うわー、なるほど、マスター 816MR。 あ、やばい、捨て消し出した。どうしよう、俺の任天性がダルシムを捨てたんだねっていう強いメッセージ。メンヘラやん、怖っ。おめえはダルシム村の一員じゃねえから戦わねえよカスってこと。早くマスター行けよってこと。ここでダイヤモンドと当たるんだ。ミスった大パンブリッツな。まあさすがにダイヤ5でスタートできそうではあるけど、はい、9連勝、おめえの9連勝いただきます。結局これが強いよな、水曜スタートの動きが。さあ9勝ダイヤモンド5スタート、ありがとうございます。エドの強みを教えてください。起き上がりのセットプレイがめっちゃ強いよね、火力高いくせに。あと大パンね、ドライブゲージ使わないで置き攻めいいよな。しかもなんか一個一個のコンボがやっぱねまあまあ減る、それが強い。やばい、待って、バカラグイマジで。許さない。うわ、キショ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 、おーい戦ってくれよ、別何も減らないやん。ラグいのに、ラグいなら戦え。あとちょいです、サコ本物。サコさんダイヤモンド5なんだ。サコチュンリー、逆タクすぎ。
ちょっと待って、コンボミスってます、コンボミスってます、すいません。SS に出なさすぎだろ俺。はい、相打ち OK。 よーし、あとあと61、3時間か、だいたいだいたい3時間クリアか。いいね、爆速インパクトやめてね。うわもういいってその読み合い。うるっ、おらー、いいですよ、あと一勝ですよ。よかった、死んでくれた。おれちょっとごめん、気持ちが前に出すぎたわ。よっしゃー、いったー、3時間もせずにクリアということで、ありがとうございます。2時間半ぐらいかな。さあ見てみましょう、さあどんぐらいのね、あれで勝ったのかね、見ていきたいと思います。江戸勝率 68%。 本当に64戦しかやってないんだけど。まあまあまあ、新しくなったからね。で、これでマスターが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17体、あと3体、あと3体じゃない、あと4体、まあ、リリーはもういってるようなもんだからね、ダイヤモンド5、あと1100だからね。あとこのプラチナ族のもうね、プラチナがめんどくせえんだ。まあでもエドは、まあ、強いけど、強いんだけどどうなんだろうなーって、むずいキャラではある、めっちゃめっちゃむずい、ちなみに。